札幌であんぱんといえば100年以上の歴史を持つ月寒あんぱん。しかし今その月寒の隣白石で新たなあんぱんが話題となっています。札幌で今ご当地あんぱんが注目されています。そのお味は、札幌白石区の洋菓子店スイートオーケストラ。いろんなお菓子もありますね。あ、ありました。こちらが金賞を受賞した白石あんぱんですね。シュークリームのような生地の中に粒あんがたっぷり入った白石あんぱん。昨年ですね、白石区が命名150周年を迎えまして、白石区の何かご当地のものを作りたくて、そこで考えついたのがあんぱんなんですよ。札幌白石区に誕生したご当地あんぱん、そのお味は、生地も外側が結構サクッとしてて中がもちっとしてますね。おいしい。すごいあんこ伸びました。白石あんぱんの最大の特徴は伸びるあんこ。考えたのはパティシエで開発室長の山越淳さんです。その伸びるっていうキーワードをそこでこうやってみようっていう。半年間の試行錯誤を経て完成した白石あんぱん。先月横浜で開かれたパンのイベントで金賞を受賞し、一躍全国に知れ渡りました。しかし札幌でご当地あんぱんといえばやはりこちら、豊平区の月寒あんぱん。1906年月寒に駐屯していた陸軍が平岸までの道路を作る兵隊に1日5個のあんぱんを配ったのが月寒あんぱんの始まりです。この1個に月寒の人の思いが詰まってると思うんで、そこは私どもの誇りです。今年で創業116年になる月寒あんぱん本舗では2006年に創業当時のあんぱんを復活。さらに人気アニメとコラボした商品も販売。若い人の間で話題となりました。そんな挑み続ける老舗月寒あんぱんの5代目本間幹久社長に白石あんぱんを試食してもらうと、全部生地柔らかくて、あんこもうちと違ってこう柔らかい感じで、月寒あんぱんの本間社長は新しくできた白石あんぱんにエールを送ります。札幌どうしても洋菓子がイメージが全国的にもある町なので、こういうあんこっていう意味で盛り上がるのはすごいいいことだなと思ってます。一方、通信販売も始めた白石あんぱんは、全国全世界の方々に白石を知っていただくということと、作ることによってですね、地元にいろいろな形で貢献できればと考えております。新しく誕生した白石あんぱんと老舗でありながら進化し続ける月寒あんぱん、札幌のご当地あんぱんが今盛り上がりを見せています。